邪馬台国を目指す騎馬軍団は情け容赦なく道々の小さな国々も襲い、破壊の限りを尽くしていった。初めて見る馬という異形の大きな獣への恐れは、騎馬軍団の強さと恐怖を止めどなく膨らませた。あれから三月、風の噂では姉上も見まかったとか。落ちぶれ果てたこの身に磯風のしみることよ。凪、ご飯よ。うまそう。こら、サルタヒコ、あんた、お許しよ。何をしたのか知りませんが、お許しよ。あんた何よ。何、こいつらの酒をいっぱいいただいただけだ。何せ一日中走らされて喉がカラカラだったもんでな。盗み酒を。ふん、早く来い。うぬか。それがどうした。邪馬台国への近道を教えぬか。わしが教えるとでも思っているのか。奴隷風情が強がりはよせ。よそ者に踏みにじられて滅んでしまうほどわしらはもろくはないぞ。お前やがるな。武器さえあれば貴様と剣を交え、その思い上がりをぶっ潰してやる。おざけ。女王卑弥呼が最上宮に安置されてからすでに3ヶ月、未だ後継者も決まらなかった。この権力の空白は迫り来る恐怖に対し、ただ邪馬台国を混乱に落とすばかりであった。お助けください。卑弥呼様の御霊にお願いしてございまし。俺たち殺されてしまいました。ここで何をしている。何をって。そのあなた、ここにいらしたのですか。誰だお前は。サルタヒコの妻。ウズメです。お前、ウズメ、許せ。実は。分かっています。すまん。この日が来ることは覚悟していました。短い縁だったが、お前のことは忘れんぞ。ナギ、お前も礼を言っておけ。ありがとう。俺もあんたのこと忘れないよ。さ、早く。さてと、なぎ、お前とはここで別れるぞ。え、どうしてさ。なんで急に。お前とわしのこれからを考えてのことだ。わしは邪馬台へ戻る。お前は火の国へ戻れ。お前は姉さんのために火の鳥を射止めてやることが目的だろうが。そりゃそうだけどさ。でも急に言われてもな。急も何もない。別れるのに良い機会だということだ。
何も今でなくても今だ。わしは戦うために邪馬台国へ戻るのだ。わしが多くの国々を滅ぼしてきたように、今度は邪馬台国が滅ぼされるかもしれん。わしは戦うことは少しも怖くはない。だがそんな麻生も知れぬところへ投げ、お前を連れて戻れると思うか。ここまで俺のことを引っ張り回しておいて、今度は自分の都合で、はい、さよならかよ。俺は猿田彦の人形じゃないぞ。人が心配して言っておるのがわからんのか。勝手なこと言うな。離れた方がいいかどうかは俺が決めることで、猿田彦が決めることじゃないだろ。わしの言うことが聞けんのか。わしはお前の分かったよ。なぎ、最後に一回だけ父さんと呼んでくれないか。ちょっと待て、あれは猿田彦か。猿田彦だ。猿田彦が帰ってきたぞ。猿田彦大将軍のお帰りだ。大将軍、ようこそご無事で。ずっと箸詰めで喉がカラカラだ。とにかく酒を飲ませろ。やっと一息ついたぜ。さてと、戦う前に卑弥呼様にご挨拶を申し上げんとな。卑弥呼は死んだぜ。何？天野弓彦。今何と言った？卑弥呼は死んだ。もう三月になる。亡骸は殯の宮に祀ってある。卑弥呼様がお亡くなりになっただと？そりゃ本当か。本当です。よせよせ、あんな婆さんのことなど忘れろ。くだらない。それよりお前の息子はどうした？うるせえうるせえうるせえ。おたおたせずに落ち着け。そうだな、わしは卑弥呼様に仕えるために帰ってきたんじゃない。あいつらと一戦交えるために帰ってきたんだ。わしに鎧と剣を貸せ。いいか、この枯れ草玉はわしの合図で火をつけ、丘から転がり落とす。わしの合図があるまで隠して敵に見せるな。わかったか。おー、
出撃！一緒にいたから俺も頑固になっちゃって、減らず口を叩くな。今ならまだ間に合う。急いでこの砦から脱出しろ。逃げるんだない。サルタイコも一緒に逃げようよ。ダメだ、わしが逃げるわけにはいかん。でも弓彦、ねえ、俺はな、一匹や二匹いちいち狙わねえんだ。やればいい、わしが死んでも息子のお前が生きていてくれたらそれで。宮の卑弥呼の婆さんの枕元にある。
しっかりしろ、サルタヒコ。サルタヒコ、待ってろ。俺がいいもの持ってきてやる。ナギ、俺を一言、父さんと呼んでから。小僧、これだ。この中に不老不死の血を持つ火の鳥が入ってる。これさえあれば。あなたは負けてはいないわ。私のお腹にはあなたの子供が。女の私にはわかる。命は途絶えることがないわ。この世は人世の夢か。王も奴隷も人世の夢を紡ぐ旗織りに過ぎぬということ。一つの物語はこれで終わりを告げた。だがもう一つの物語は長い至福の時を過ぎ、新しい幕開けに向けて動き始めたのだ。兄さん、しっかり頑張れ。兄貴、頑張れ。気をつけろ、ゆっくりな。Thank you.
世界か。事故によりその脳の 50% を失った男が科学の力で復活した。だがその復活は不完全だった。あ、どうしたね。私は君の主治医のニールセンだよ。そばへ寄るな化け物め。男は人間を人間として認識できなかった。